はい、どうも、マシロチャンネルです。どうも、ドータです。はい、今回もですね、タグチスポーツさんに来てるんですけど、今回は阪神の、はい、あの投手のモデルが入ったということ で、ね、紹介してもらおうかなというふうに思います。わかりました。藤浪選手、はい、多分今これ撮ってる時では多分まだ勝利は上がってないのかなというふうに思うんですけど、その藤浪選手のモデルって、はい、まずカタログにはないんですか？定番として出たことは多分ないと思います、はい、でもすごい特徴的なグローブであるのでオーダーで結構頼まれる方っていうのが多いっていうのを Z さんから聞いてて、今本人様が使ってる色のモデルっていうのが出たので、ちょっとそれ見てもらいながら藤浪選手のグローブってどんな感じなのかっていうのを解説していきたいなというふうに思います。わかりました、はい、では本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけでその藤浪選手の、そうですね、まずあのカタログをこう、はい、オーダーのとこ見てて、でまあ推しモデルって結構 Z さんって投手多いんですよね。はいはい、千賀投手とかですね。そうですよね、はい、でこうバラバラっとこういろいろ乗ってて、あ、乗ってるなってなんか、なんか、ね、見たことない色があったんですよ。あれみたいな、はいはい、見たことないなと思って、で頼もうと思って頼もうとしたら、ここに軟式オーダーでは本体レザーのパープルカラーは選べませんって書いてあって、はいはい、どうしても欲しいなと思ったんで、1月の6日ぐらいですかね、もうシミュレーションが変わるタイミングで速攻でこれを1個公式用ですけど、はい、頼んじゃいました。あ、はい、同じ、全く同じもの。そうですね、でその前にも12月の後半にこれと同じものの学生タイヤのものも頼みました。はい、なるほど、それがもう全部入ってる。あ、そうですね、はい、わかりました。では早速現物の方をお願いします、はい、まずこちらでございます。こちら、はい、いや結構インパクトありますね。インパクトありますね。で、はい、そのちょっと大きいんですよね、藤浪選手のモデルって。そうですね、で一応これ5ミリカットしてます、指を。あ、カットしても、カットしても、はい、まだ中型ぐらいで、はい、あの最近やっぱり小型のモデル欲しいっていう方もいるので、人によってはですね1センチぐらい切る人もいて、それでも全然あの人気が高いので、あのそのままで使うっていうよりかは5ミリないしは1センチカットというところでございます。なるほど。特徴としては、まあ、ここ王冠みっていうかつながってまして、ここがこういう風によくあるですね、キャッチャーミットである、ね、はい、はい、こういうバックスタイルなので、まあ、横に使うというような感じです、うん、で一応あのこだわりとしてはオーダーの時はですね、あの指カット以外に細かい点として補給面の刻印を取ってくださいというふうなことを、はいはい、指定してまして、はい、ここに何も刻印が入っておりません。確かに何もないですね、はい、通常の。これ選べるんですか？あ、実際と言ったら日本国内で作ってる分になるので、あの細かい要望に対応してくれています。お、はい、なるほどなるほど。これが僕はちょっとそのカタログを見て、今年パープル公式でこの色ができるっていうことで、まあ切符ではないとは思うんですけど、すごいしっかりしてるなと。で色どっちかっていうとこう抑えた感じですね。もっと明るいかなと思ってたんですけど、まあそうですね、ちょっと暗めの、はい、そうですね、なるほど。まあ軟式ではパープルできないってことは、はい、本当にじゃあ紫の Z のモデルが欲しいってなったら公式しかない。そうですね、だからこれを選ぶっていう感じですね。気を引くような、すごい今はもうだからこういうの色使ってるんじゃないかなと思いますけど、今シーズンで。そうですね、はい、だからあのキャンプの時もこの色のやつ使ってたんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど、はい、こちらがその、カタログと全く同じカタログと、まあその一部ここの中の色とかは変えてるんですけど、あ、はいはいはい、まあそのパープルを使ったっていうので。なるほど、はい、はい、で先ほど話してたこの学生対応の、はい、でこれがこれあのこっちと変わってこうキップ、キップを使ってるんですけど、これも5ミリカットで黒パープルと。なるほど、確かにツヤ出てますね。そうですね、はい、触った時の張りとかすごく感じるんですけど、はい、その耐久性が違うとかそういうのではないかなっていうふうに思うので、はい、あの普通のファーステータスレザーが好きな人もいればキップが好きな人もいて、結構その選べるんですね、うんうん、色によってはこのパープルのキップってなかったんで、はい、これになってますけど、あのこっちのキップが好きな人もいれば普通のプロステータスレザーが好きな人もいます。なるほど、でこれもさっきと同じで5ミリカットの球面刻印なしと。なるほど、いう感じで5ミリカットにしてるんですね、これは。あえてですか？これはあのいろいろ統計取ってもらったんですけど、メーカーさんに結局指はって聞いたらカットした方がいいっていう、回答をいただいて、じゃあ何ミリですかって言ったら、まあ、5ミリでいいんじゃないということで、はいはいはい、とりあえず5ミリで作ったんですけど、まあ、これで一般的な中型ぐらいになるかなというふうに思います。なるほど、最近ってスペシャルエディションサイズ4っていうのが結構出てまして、こういう感じなんですね、縦の源田選手みたいな、はい、
で、はい、4なんですよ、サイズ。サイズ4。でこれ人気ってことは、はい、正直もう5ミリいってもええなっていうふうに思いました。はいはいはい、だから1センチカットしてるお店も実はあって、はい、実際にそういうお店もいくつか見てきたので、はい、あ5ミリじゃなくて1センチいってもいいなっていうところはありますね。確かに比べたらでかいですもんね。でかいです。全然、はい、でこう横って感じでしょ、はい、こっちなんかちょい縦って感じでしょ。こういう感じですね、はい、操作性がいい投資用も人気なので、そういう意味で1センチカットもいいかなというふうに今回勉強になりました。なるほど、はい。もう一つあるんですけど、これも5ミリカットなんですけど、はい、ボンミスしてしまって、はい、ですね、これ切りはみじゃないですか。切りはみ、はい、はい、なんか知らんけど玉はみになってるんですよ。玉はみ、うん、なんか使用書も玉はみになってて、はい、あれと思って、これ学生使えないんですよね、高校生が。そうですね、そうですよ、だからこれすごいいい例になってるんですけど確かに、はい、これ切りはみ白で、これ玉はみ白なんで、これが玉はみの赤だったらいけるんでしたっけ。いけます、いけます、ね、はい、ただこういうのあんま見る機会ないですからね。いや、はい、こんなミスないと思うんで、はいはい、まあ、これじゃあ普通に発注ミス。そうですね、なんでなんでしょうね、はい、切りはみになんかそのあ、だからそのオーダーシミュレーションの時に、はい、あの高校太陽とかいうボタンがあるんですよ。ありますね。あれで選んでないと出てくるんですよ、これ。だから選んで色見て、ああできたできたって言ってて、はい、間違えたらダメなんで、その高校太陽っていうとこ押したら、その高校タイヤで使えないものしか多分出てこないんで、そうですよね、こういう玉はみのミスとかいうのは多分ないと思うので、なるほど、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。なので藤波選手の、じゃあ今回紹介したのは全部5ミリカットになるんですか。そうです、今回は5ミリカットです。なるほど、じゃあ今回の父さんの話を聞くと、まあ、10ミリカットでも全然問題ないんじゃないか。問題なさそうで、実際にあるんですよ、そういうお店も。あ、はいはい、はい、見てきたので。これってあれなんですか、10ミリカット、はい、5ミリカットって軟式できないんでしたっけ。できないですよ。だからそのだから細かいことですよね、はい、だからその補給面の刻印なくしたりとか、軟式に関しては今海外になってるので、その思ったよりもその細かいオーダーっていうのができないっていうのと、もともと指カットっていうのは公式だけだったので、はいはいはい、その点ですね、ご注意いただきたいなと思います。わかりました、はい、っていうのでオーダーシリーズの藤波選手モデル、はい、今回ご紹介していただきました、はい、ぜひですね、ピッチャーの方は横に使う選手にはいいかなと思うので。そうですね、はい、また何か面白いのがあったら紹介してください。はい、ありがとうございます。はい、では本日はこちらの藤波選手の店舗別注ということで、パープルのモデルを紹介していただきました。まあ、投手用のこういう細かい、あんまり一本することないんですけど、まあ、今回阪神のエースの藤波選手ということで特集したんですが、ぜひピッチャーのこの横肩で使ってる人で、この藤波選手モデルを使いたいという方、今回あったこの5ミリカット、10ミリカットっていうのもおすすめっていうことなので、ぜひチェックしてほしいかなというふうに思います。まあ、これに関してはお店に置いてあるってことなんで、まだこの辺は売れて、そうですね、ないですよね。はい、まだこちらですね、はい、あの購入できるということなんで、はい、オーダーじゃなくてすぐ欲しいという方は、注目してほしいかなというふうに思います。今あのオーダーの特に公式に関しては納期すごく長くなってるので、そうそう、ね、はいはい、すぐ欲しいって言ってもやっぱり4ヶ月とかかかったりしたりすることも多いので、はい、お早めにどうぞ。はい、わかりました。というのでまた面白いグラブありましたら紹介しますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日の出演では以上です。あまりでした。そして今月のプレゼントはこちら、 GS スパイクのオーダー権利になります。今映ってるのは自分のものなんですが、カラーとサイズ、ベルトタイプを選んでいただき1名様にプレゼントします。チャンネル登録&今月の動画にコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。 GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。イウリュッション。